있대. 이때 강한테 聞いて、 感じて、 考えて、
ルデナード小大陸の南端、荒野ザナラーン。砂の都と称されるウルダハは、遠方からの大将たちが行き交う交易都市国家である。かつて鉱山都市として栄えたこの都市は、黄金都市と言われるほどの富であふれている。厚い城壁に囲まれた宝石のごとき豪奢な都市に、今一人の冒険者が訪れようとしている。今はまだ己の運命を知らぬ者。神々に愛されし地、エオルゼアの歴史に名を残す者。この冒険者の長き旅は、砂の都ウルダハから始まる。